どうもね、爬虫ライフ楽しんでいるでしょうか。はちみつボーイです。このチャンネルではね、基本的に爬虫の菌類のね、飼育方法とかをねメインにやっていこうと思っているんで、もしよければねチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい。で、もう一つなんですけど、このねパーカー、ちょっと作らせていただきました。で、ちょっと先にね、インスタの方で販売させてもらっていて、まあ、YouTube しかこうね、ご覧になってない方ももちろんいると思うんでね、まあ、もしよければ、インスタのね、DM の方に直接、こう、連絡をしてもらえたらね、このパーカー売ることもできるんで、まあ、ちょっと気になる方がいらっしゃったら、インスタの DM まで、メッセージの方、よろしくお願いします。はい。ということでね、今回なんですけど、長期企画のゆぼぼさんです。はい。まあ、本当にね、問題児ですね。本当に。なんで、まあ、とにかくね、ご飯食べないっていうことなんで、矯正をしていこうと思うんですけど、今回っていうか、もうあれからね結構時間経ったんですけど、そっから自分がやっている矯正の方法っていうのを教えていこうかなと思います。じゃあやっていきましょう。どうぞ。はい、この子がね、ゆぽぽです。ということで、自分がね今与えているご飯っていうのがこれです。レオバイト。このコオロギのね、粉末 95%、タンパク質 60% っていう、結構ね、栄養価に優れたご飯を、水で溶いて、それをね、ドロドロ状態でシリンジで与えていくっていう方法で今与えていっています。じゃあね、早速、まあ、ご飯を作って与えていこうかなと思います。はい、それではね、早速作っていきたいと思います。まず、レオバイトを、これをね、買うと、こうやって付属のね、スプーンがついてきます。なんで、この付属のスプーンで、こう、計量を測りながら、与えていきます。で、まあ、分量なんですけど、まず、このレオバイトを、スプーン1杯分、ね、スプーン1杯分を入れます。で、これを入れたら、本当は水で作っていくんですけど、このふやかした状態でね揚げるときは、お湯をね使っていきます。で、1日でね与えている温度なんですけど、まあ溶かして与えるまでの時間っていうのを考えて、まあ、40度ぐらいで与えています。まあ与えるときはね、まあ、40度以下になってるんですけど、でこれでスプーン1杯分、2杯分と半分、このぐらいです。で、まあ、それをね、まあ、よくかき混ぜていきます。まあ、ちょっとね、すいません。うちの箸でかき混ぜますね。まあ、こんな感じで、よくかき混ぜていって、もしね、これ、この状態で、固まっていくようであれば、これに、プラス、もう少しね、水か、まあ、そのぬるま湯をね、足してあげるようにしてあげてください。はい。ということで、こんな感じ。このプルプル感、まあ、こんぐらいならねシリンジで全然吸っていけるんで、この状態で与えていきたいと思います。はい、ということでね、早速ゆぼぽに与えていこうと思います。で、さっきのご飯をねこんな感じでシリンジに入れて、これをこんな感じでね、これを今から与えていきます。で、与え方なんですけど、
この口の横、ここを開く、シリンジをす、シリンジをね、こうやってすらしていくっていう感じです。見にくいな。じゃあここぐらいでちょっと行きましょうかね。まあちょっとね、嫌がるんで、そこはもう逃がさないように。で、口に入れたらこのままゆっくりねご飯を流し込んでいくっていう感じですね。どうやったら見やすいかな。わかった。そうですね、めちゃくちゃ嫌がるんですよね、これ。わかった。まあこんな感じでご飯をね、まあどんどんシリンジで与えていくっていう感じなんですけど、やっぱね、こうやってユポポみたいに逃げ回る子が多分ほぼほぼだと思うんで、よくね、双子をこう捕まえた状態で与えていくようにしてください。あんまりね、バタバタ暴れちゃうと、そのシリンジがね、目に刺さっちゃったりすることもあるんで、それだけはね、ちょっと気をつけるようにしてください。ではね、ちょっと与えていきましょう。ないですよね。こんな感じでね、少しずつ与えていくような感じになりますね。どうやって取ればいいのかな、これ。一人で取るのめちゃくちゃ難しいんですよね。上からか。まあちょっとでもね、こう拒食しちゃったっていう子の参考にしたいんで、で、この今ね、与えているのはレオバイトっていうご飯なんですけど、別にこれじゃなくてもね、他のご飯でも、こういう、ふやかしたね、状態で、あげるっていうのがいいと思います。わかった。こんな感じでね、よくロックして、で、こういう風にね、シリンジでご飯を与えていく場合なんですけど、そういう場合はね、もう毎日与えてください。じゃないと、どうしてもね、普通にこうご飯を食べる子よりかは、栄養価が偏っちゃうんで、毎日あげるようにした方がね、いいと思います。で、プラス、この、さっきね、作ったご飯にはカルシウムを入れるようにしてください。まあ、カルシウムがね、他のご飯から、拒食した子っていうのは摂取できないんで、なるべくね、こう、いい栄養を効率よく与えられるようにしていくのがいいと思います。ね。ごめん。めっちゃ嫌がりますよね。嫌やね、それはね。はい。じゃ。まあ一回ね、こう食べさせて、一回口からね、こう食べてくれたら一番いいんですけど、なかなかね、こうそうも言ってくれないんで。あちゃ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 
でこれでもね、あの口を開いてくれないときはこの先っぽをねちょっと無理やり開けたりして、あの上げてもいいんですけど、その時ね、あの指を噛まれちゃうこともあるんで、これはあんまりおすすめできないですね。なんでこう横からねこう沿わしてあげるのが一番いいんじゃないかなと思います。よいしょ、食べよ食べよ、あじゃあじゃあまあこんなことをしよったらねめちゃくちゃ時間かかるんですけど、まあでもね、あの時間かけてでも食べるようにしてあげてください。じゃないとねこう栄養失調で亡くなっちゃう子もいるし、爬虫類はね拒食をするととことん食べない生き物なんで、ちゃんと食べるようにねやってあげるのがまあ飼い主のやることなんでね、そこはしっかりやっていってほしいなって思いますね。いやちょっとこれ食べ、あーだだだだあーだだだだあーだだだだ、こうやってね意地でもね開けないんですよね口を。よいしょよいしょ、よし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 。さあ入った。はい、ということでね、ちょっと残りは動画外であげようと思います。で矯正するときなんですけど、あの極力ねこう嫌がるかもしれないんですけど、まあとにかくあの首をねしっかりホールドして動かさないっていうのが一番大事ですね。この首をね動かせるようにしちゃうと、もうどん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 逃げちゃうんでね、まあ、そうなったらねこうこの矯正の時間が長くなるっていうことは、まあ、この子にとってもね、もちろん、ストレスになっちゃうんで、矯正するときはね、もうなるべくこう、パパパパって終わらせれるようにしてあげるのがいいと思います。ねえ、ぽちゃん。頑張ろうね。じゃあね、エンディングいきましょう。はい、ということでね、どうだったでしょうか。こちらがね、教職のゆぽちゃんです。もう大きさで言ったらねこんぐらいですね。あこんぐらいです。自分のね手のひらぐらいぐらいですね。なんでまだまだちっちゃいです。ゆぽちゃんちっちゃいね。なんでね、まあこれからね大きくなってくれたらいいんですけどね。まああんな感じでね、拒食をしてしまったらシリンジでね、まああれはあくまで最終手段でシリンジでこう与えていくっていう風にねなります。まあゆぽちゃんは正直ね今の感じで言ったらもう最終手段のシリンジをね使うしかないんで、まあこの方法ね、まあ、とにかく自分でこうご飯を食べてくれるようになるまでは続けていこうと思います。はい、ということでね、この動画がよかったら、グッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのねフォローの方よろしくお願いします。ではまた次の動画でねお会いしましょう。バイバイ。